の後輩、宿命のライバル、川田俊明、すごい神天ぷら。新生ノアの舵取りへ、けじめの一戦、田上明です。裁くレフェリーは和田恭平です。役者は揃いました。三沢さんが見つめる中、リングに川田と田上、そして放送の解説に小橋健太選手、四天王最後の揃い踏みです。よろしくお願いします。お願いします。さあ小橋さん、はい、追悼最後の一戦、役者が揃いましたね。そうですね、はい、目の前に川田俊明がいます。ああ、川田が今田上を制した。川田が出た、健太と川田、三沢さんへ届け最後の一戦。川田と健太の大合唱。どんな出だしになるか楽しみですね。そうですね、まず組み合いました。お互い吸い寄せるようにロックアップしました。押し込んでいった川田俊明、4年3ヶ月のノアバット、ここはクリーンにブレイクします。川田の表情、久しぶりにご覧になって小橋さん、いかがですか。はい、そうですね、まあ、まだちょっとどういう感じなのか分かんないですけども、健太は相当成長してますからね。あ、そうですね、はい、健太も面食らうんじゃないですかね。なるほど、はい、今日は蹴り合いたいと話していた健太。さあここは張っていった、来いよと健太。実は試合前、会場に入った川田、悲しみに暮れていました。正直まだ試合にどういう気持ちで入れるか分かりません。ただ何かかきたててくれるものがあれば、そう話していた川田。健太が火をつけるか、先に蹴ったのは健太、ステップキック、黄色と黄色のコラボレーション、なおいく反対、ロープに飛んでかわした、もう一度飛ばした、火が入りましたね。そうですね、懐かしいですね、あの蹴りは。あ、そうですか、はい、飛ばしたも相当顔面はやられたと思いますけれども、あの蹴り、ね、はい、威力というのはどうなんですか。そうですね、ま、当時は相当来ましたけども、今は分かんないですね。そうですか。さあ押し込んでいった秋山、9年5ヶ月ぶり、川田と秋山。ああ、少し笑みも見えます秋山です。最後の対戦は2000年の5月26日新潟大会、川田田上組対秋山モスマン組、組み合った、いや組み合わない、蹴った逆水平、下がらない秋山。あれから9年5ヶ月の月日、エルボー逆水平、キック打っていく、若手時代には1分足らずで負けたこともありました秋山。あーと、スピンキック、このスピンキックはですね、巻き込むように来るんで、危ないんですよ、ね、あ、そうなんですか。さあそして田上が入ってきました。田上も蹴った。今日の一戦、三沢さんの後輩であり自分の最後のパートナー、川田以外には浮かばなかったと試合前きっぱりと話しました田上明です。アートキックはかわした、逆に秋山が捉えるか、青コーナーに持っていって健太とタッチを交わします。いや、それにしても小橋さん、はい、9年4ヶ月ぶりの田上川田のタッチがありましたね。そうですね、はい、小橋さんも三沢さんと組んで最強タッグ、あるいは世界タッグ、川田田上組と戦いました。その川田に見せつけるように健太がキック、さらに行く、このメンバーの中にいるのは光栄だと思う、ただ4人の中で一番印象に残る試合を今日はしたいと話していた健太、そこに向かって田上が蹴り込んでいきます。あーっと側頭部、2000年の6月9日武道館以来川田と組んでいます。ノーフィアを下して第42代世界タッグ王者となりました。ただその直後に全日本を退団しベルトを返上、
あの日消滅して以来の川田田植組です。2度目の田植と川田タッチを交わしました。あ、逆水平。2005年7月東京ドーム、三沢さんと一騎打ち以来のノアマット。いや、試合前はとにかく小松さん、何を聞いても川田は悲しいですと悲嘆に暮れていたんですが、はい、全くそんな姿はありませんね。そうですね、はい、あ、ここもキックを打っていった。秋山と健太とやるのは楽しみ、何か駆り立てるものがあればそこに乗っていくんでしょうと話してきましたが、完全にこれ健太と秋山が火をつけましたね。そうですね、乗ってきてますね。あ、そうなんですか。その川田が捉えて田植えのタッチを交わした。果たして合体技は出るでしょうか。さあ、川田が捕まえて、まずはこれが最初の連携と見ていいでしょう。ハイキックを捉えた。顔面に打っていきました田植え明です。7月6日ノアの新社長に就任しました。三沢さんのこの緑のマットを引き継ぎました田植え明です。その田植えと川田の連携、世界タッグは6度取りました。チーム歴7年、2年連続最強タッグも取りました川田田植え組です。まあ、小松さんも何度もこの2人と対戦がありましたね。そうですね、はい、なんかこうして見ていると、9年ぶりとは思えない、あ、そうですか、ですね、光景が、はい、なるほど、それぐらいに小松さんにとってもおなじみの光景と。そうですね、はい、おそらくはこの大阪に詰めかけたファン、そしてテレビの前のファンもそうした思いで見ているでしょう。さあ、ここで片足を取って、あ、踏みつけていく。これは小松さんも若手時代随分やられたんじゃないですか。そうですね、はい、片エビ固め、逆エビ片足、ボストンクラブ、川田が取っていきました。1979年4月足利工大附属高校レスリング部で三沢さんと会いました。当時この川田は15歳、三沢さん16歳、卒業後全日本プロレスに入団。とにかく今年で30年、三沢さんとのアマレスラープロレスラーの歩みがありました。あ、完全に反り返りました川田俊明です。90年5月、タイガーマスクから三沢光晴へ素顔に変わるとき、そのマスクの紐をほどいて手助けをしたのも川田俊明。まあ、小橋さんはその30年を横から見てきたと思うんですけれども、さあ、ダイナミックボールを狙うか。ここは健太がこらえていくか。これを食らっては序盤といえども苦しい健太、腰を落とします。力を込める田植えですが、ジュニアの健太がここは返しました。そして、あーっと、キックを狙った。返してからタッチするあたりは健太の負けん気ですね。そうですね、そこはいいところですね。小松さんの元でも研鑽を積んでいる健太、小松さんに憧れてプロレス始めた健太です。さあ、もう一丁いくぞという田植え明、どうですか、同期の田植えも気合が入ってるんじゃないですか。そうですね、あーっと、X ボイナー一発目、早くも行きましたね。行きましたね。先に大技を出していったのは秋山純です。地元大阪出身、今日はやりますせと関西弁で話していました秋山純。さあ、川田が見つめる前です。健太が来ました。81キロジュニアの健太、この物おじしない健太のファイトは小松さんの目からどのように映りますか。いや、本当にね、頼もしいですよ。こんなね、小さい体で、どんな大きな相手を相手にしても、はい、ガンガン行くと、本当に頼もしい。そうですね、はい、ジュニアでありながら2007年には三沢さんの GHAB にも挑戦、ハンダーです。その前いつもね、ベストコンディションというんですかね、いいコンディションをね、必ず整えてくるんですよ。なるほど、はい、逆に言いますと、いつボロボロになってもおかしくないような試合を続けてるんですけれども。そうですね、でコンディションはいいコンディションを持ってくるんですね、試合に。なるほど、それはやっぱり陰でよっぽどの努力をしていると思います。そうでしょうね、はい、かつては休日返上でキックボクシングのジムにも通っていました健太です。そういった努力がこの9年間、今日のあるいは川田戦を招いたと言ってもいいかもしれません。そういえば秋山が言っていました、今日は昔懐かしい思いもあるけれども、明日のノアを背負う健太もいるから、また様相は違うんじゃないですかと、この秋山が話していました。そうですね、この健太一人いることによって、もう全然こう違ってきますよね。そうですね、その秋山を認めた健太が見つめる中、さらには川田が視線を送る中、フェイスロックで締めていきます。田植え明をフェイスロックで捉えた秋山、今日は長野もこのフェイスロックを出しました。小松さんもその長野選手と組んで今日は試合しましたが、川田が来てキックを振り落とす。
何か三沢さんの家の前ですとそういった思いになるんでしょうかね。そうですね、長野選手のフェイスロックはびっくりしました、そうですよね、はい、小松選手の目の前で長野選手がフェイスロックも出した今日の大阪大会、東京で大阪で三沢さんへみんなが思いを一つにしてマットの上で戦っています。ああっといった、試合の権利がない川田にいった。2000年5月24日デビュー、第1試合丸藤とシングルマッチ敗れた小林健太、その日メインに立っていた川田俊明、スタンハンセンと6人タッグでした。あの日から9年、先ほどの話もありました健太の成長があって、そしてまた小橋さん、はい、ジュニアでも関係がないいい選手はどんどんメインで使うんだという三沢さんのその方針もありましたよね。そうですね、その方針があってやっぱり健太、丸藤っていうのは大きくなってきましたね。あーっと今度は倍返し、川田も黙っていません。いやー、やられた健太ですが話途中になりましたが、そういった三沢さんのいわゆるノアの自由と信念、それがあって今日のこの試合の健太がいるかもしれませんね。そうですね、さあ試合の権利がないところでやり合った健太と川田、あと低いジャンピングに、あとロープに足がかかっています、三沢さんのジュニアでも体が小さくてもいいものはいいと、いいものはいいんだということを、まあ、健太、丸藤たちがそうですねしてくれてると思います、さあとその健太に田植えがいった。このあと試合の権利を手にした時のまた川田と健太のやり合いがどうか、小林さん楽しみでもあり怖くもありますね。そうですね、やっぱりでもこのプロレスの世界やっぱ体が大きい方が得ですからね、でもこの小さい人間でも、はい、いいものはいいと、はい、まあ、それだけ努力してますからね。そうでしょうね、はい、さあ今また膝を打っていった悠々と秋山と健太がタッチを交わします。そういえばこのノアマットでいがみ合っている一つの勢力同士、健太と秋山ですが今日は非常に気のあったタッチワークです。前回の追悼大会日本武道館ではがっちり伊沢さんの家の前で握手を交わしました。さあ小さな健太が大きな田植えにブレンバスターを仕掛けますが40キロの体重差こらえた。そしてあっとネックブリカー、さあ川田が来た、川田が来た、あしかしそれを見て健太が蘇生した。体重差は24キロ。ステップキック。本家本元。こらえた健太。エルボー。返す川田。あっと、ロリスバット。三沢さんが顔をすかめる。ハイキック。かつては岡山で三沢さんの眼下底骨折も招いた川田のキック。ブレマスターです。そしてサッカーボールキックが出ました。あの日がよみがえる、かつての激闘、そしてストレッチプラム、リングの真ん中捉えました。上半身をねじ切ろうというストレッチプラム、これはたまらず秋山がカットに入ります。三沢さんの三冠へ初めて挑戦したのは1992年 10.21 日本武道館、超世代対決とも言われました。そこから超世代軍を立った、すごいなりやつだ、カバーに入った、カウタ田植えと組んで正規軍を結成しました。そこから三沢カウダは数々の歴史を作ってきました。ジャーマン投げ捨て3連発がありました。タイガードライバー91もありました。さあキック打って、ああこれは健太がこらえた、ドラゴンスクリュー。あの川田選手に三沢選手との思い出は何ですかと聞きましたら、はい、全部ですと川田は答えたんですが、はい、ただとにかく痛めつけられた試合ほどよく覚えていますという話をしていました。そうですか、ジャンピングニーを捉えた。そしてハイキックはラリアット、この野郎。さあ川田が気持ちを見せます。バック回ってバックドロップはこらえた。これを食らっては秋山とて苦しい。ラリアットかわしてエクスプレイダー、カバーに入ります。あの小橋さんは、はい、三沢川田が作った身を削るような三冠戦を見て、そしてそこに自ら身を投じたんですが、あの戦いは小橋さんの目にどのように映っていましたか。まあ、どのように目を映ってたというか、まあ、自分は自分のプロレスをとにかくやるだけだった、はいはい、さあここで秋山と健太がと連携したが蘇生した川田で蹴り上げました。さあそして田植えが入ってきます。
四天王プロレスとも言われました川田田上、そして小橋さん、はい、三沢さんが見つめる中です。あの頃も思い出しますし、何か次のノアも感じる今日のこの試合ですね。そうですね。新社長になりました田上明。とにかくお客さんが望む試合を、そう思って川田の顔が浮かんだそうです。そういえばファンを楽しませるのが鉄則と常に言っていたのは三沢さんでしたよね。そうですね、まあ、ファンのみんながいて、成り立つのがこのプロレスですからね。はい、そのファンの大歓声が飛んでいます。まだ行く健太、息は切れないのか。キックを突き刺した川田にも行った。秋山も行った。このコンビいいですね。息が合ってますね。コンビいいですね。新しい世界が広がっています。これまではいがみ合ってきた秋山だけ行った。フットスタンプ81キロといっても凄まじい威力。試合時間は15分を経過しました。あっという間の15分です。純と健太は合ってますね。小橋選手も純と健太でしたけれども、さあここで飛び膝蹴りが飛んだ。和田恭平も飛んだ。カウントは2。場内は埋め尽くされています。アリーナ満席、そしてスタンドも満席。さあ120キロ社長を持ち上げようか。いや川田が来た。その川田に、あっとこれは川田が蹴りを見舞った。ハイキック、エルボーで返した川田。三沢さんがあそこまで力を出した相手、それは川田だったからこそです。ああスナッピングキック、顔面蹴り、川田の顔面蹴り、そして喉輪落とし。9年4ヶ月ぶり正規軍、新社長が吠える。ノアの次世代ですですね。田植えのことはたまちゃんと呼んでいました。その三沢さんの笑顔が今浮かびました。そして久しぶりのガッターアウト、させません。健太はさせない。負けん気の強さはノア1です。さあ再び黄色と黄色のぶつかり合い。さあ川田が三沢さんからボールも奪っている。パワーボムは泣き山本投げつけていきました。ここ大阪では右腕を折りながら三沢さんを沈めたこともあります。パワーボム。さあ今度こそバックドロップと合体ドロップシーン。健太を捉えた。しかしこれを返した。タフですね健太は。そうですね、本当にタフになりました、そしてリングの中央、俺が田植えだ。三沢さんの目の前で新社長が決めました。天国の三沢さんへ最後のレクイエム。田植え明が高らかに打ちました。天まで届け。田植え、川田、秋山、健太が奏でました。これがプロレスです。歴史があり未来があります。一人の力がぶつかり合ってこれだけのお客さんを感動させます。これがプロレスです。これが三沢さんが作り上げたノアのマットです。三沢川田はもう見られません。しかし必ずやそれを上回る名勝負も生まれるでしょう。そしてもちろん歴史的名勝負はいつまでもファンの胸に燦然と輝き続けます。小橋さん、はい、今日の一戦振り返っていかがでしたか。なんか懐かしさと、本当にこれからのやっぱりノアっていうのを感じましたね。はい。